本日は、首都圏様の鉄道シリーズになります。テーマは、なぜ、京成スカイライナーでも、北総線内は160キロ出せないのか、です。というわけで、早速本題に入ろうと思いますが、皆さんこう思ったかもしれません。は？おい、何の話だよ。京成と北総線って、そもそも別路線じゃねえ？会社も別だろ。名古屋在住のおっさんも、かつてこう感じたことがありました。答えを申し上げますと、京成電鉄の列車が一部区間で北総線の線路を通っている感じです。なので、伊勢鉄道を走る快速三重と似たような感じです。まあ、快速三重の場合は、運賃は別料金で、伊勢鉄道が JR に対して運行手数料を支払う仕組みです。北総線の場合は、京成が北総鉄道に対して線路使用のサブスク料を支払う仕組みになっています。ちょっとシステムが逆ですが、構図そのものは似たようなものです。とにかく、北総鉄道目線だと、こんな感じです。おい、京成、俺の電車の合間に線路使ってもいいよ。でもサブスク料よこせよ。そんな感じで、北総線にあたる京成高砂印旛日本医大館では、京成電鉄は他社の区間を走るのです。そして、この区間が時速130キロ制限となっています。スカイライナーの最高速度は160キロとされていますが、実際に出せるのは印旛日本医大空港第2ビル館のみとなっているのです。そんなわけで、皆さんこう思ったのではないでしょうか。おい、なんで北総線だけ130キロなんだよ。なんで全線で160出さねえんだよ。これには、北総線ならではの事情があります。1970年代のこと、日本はオイルショックでいろいろと苦しんでいました。とはいえ、首都圏では、人様が住む場所が足りなくなっていました。多摩ニュータウンなどができましたが、それでも不足気味でした。よって、国は、こんなポリシーを出しました。千葉ニュータウン作るぞー！もちろん鉄道も作るぞー！千葉県にニュータウンを作ることとしました。そして、ニュータウンから、都心へのアクセス手段として、鉄道もセットで作ることとしました。こうしてできたのが、北総線に相当する部分です。なお、当時は成田新幹線が別途計画されていました。よって、北総線は普通の鉄道路線として使う感じになり、特急列車が走ることは想定していませんでした。ところで、北総線の運営会社は少し複雑になりました。ニュータウンから都心側では、北総開発鉄道という第三セクターが担当することとなりました。一方、ニュータウン内の区間は宅地開発公団が担当しました。公団って何かというと、簡単に言うと役所ですね。ただ、公団は、後にこのように言いました。鉄道いらねえ。欲しい人いる？鉄道事業から撤退し、持っていた線路などを引き取ってくれるところを募集しました。すると、京成電鉄がこのように言いました。はい、もらいまーす。こうして、公団区間は京成電鉄が引き取り、千葉ニュータウン鉄道という子分の会社を作り、ここが管理する感じになりました。こうして、京成高砂小室間が、北総鉄道、小室印旛日本医大間が、千葉ニュータウン鉄道の管轄になりました。ただ、千葉ニュータウン鉄道はこう述べました。俺寝とくわ、おい北総鉄道はあとはよろしく。実際に電車を走らせるのは他社に任せ、普通列車は北総鉄道にやらせ、特急系は京成電鉄本体にやらせています。ゆえに、北総線に相当する区間は京成高砂印旛日本医大館となっているわけです。そして、130キロまでしか出せないのがこの区間です。さて、北総線が開業を控えていた頃、成田新幹線の計画は消滅しました。代わりに、国はこのように言いました。北総線延伸させて、速い特急を走らせるぞー。北総線延伸案が出てきて、印旛日本医大駅から成田空港まで、追加で線路を作ることとしました。新しく作る区間は、別の第三セクターの鉄道会社を作り、ここが建設して管理させることで決定しました。ここで、国はこのように言いました。はい、新しいメンバー募集しまーす。第三セクターの鉄道会社のメンバーを募集し、京成電鉄や周辺自治体が参加しました。そして、成田高速鉄道アクセスという会社が出来上がり、この会社はこう述べました。
なんとか成田新幹線の代わりになれるように頑張るぞ。まあそうだな、160出せるデザインにするぞ。都心と成田空港を行き来する高速特急列車を走らせることが目的だったため、時速160キロ出せる設計にしました。さらに北総線内の区間についてこのように言いました。130キロ出せるようにするぞ。それまで普通列車オンリーだった北総線の最高速度は105キロでした。スピードアップさせるには信号のシステムなどを改良しなければなりませんでした。そんな中、北総鉄道はこう答えました。まあやりたければ勝手にどうぞ。スピードアップはあくまでも空港アクセスの事情とのことで、北総鉄道ではなく成田高速鉄道アクセスが北総線内もスピードアップができるように改良しました。こうして2010年、成田スカイアクセス線として今のようにスカイライナーがデビューした感じです。ただ皆さんこう思ったのではないでしょうか。だからなんで北総線を130度回りなんだよ。結論を言うと、北総線では安全上の観点から160キロでの走行ができないみたいです。正式な答えが公開されていないですが、京成電鉄などは多分このように言いました。密の状態になっているよな。延長線の部分はスカイライナーのほか40分間隔で走るアクセス特急のみが走っています。一方、北総線内は普通列車が結構な頻度で走っています。スカイライナーが160キロ出すと前の列車との間隔を空けなければならず、すぐに追いついてしまうかと思います。また京成電鉄などは多分このように言いました。ホームのレイアウトちょっと無理があるな、ポイントも耐えられないだろう。北総線内の駅のホームは普通のレイアウトです。160キロで通過するのは少し無理かもしれません。延伸区間の場合、途中には1箇所だけ駅がありますが、ホームのレイアウトは新幹線方式になっています。ホームのある線路と通過列車が走る線路は別々です。しかも160キロ運転を行うとなると、ポイントも新幹線と同じようなものに全部変更しないといけません。こうした点から、北総線区間での高速運転は現実的に無理な感じなのです。以上、スカイライナーの北総線区間の最高速度に関する事情についてでした。まあ一部間違っているところがあったりしますが、この辺は許してくださいね。大変お待たせいたしました。今回はウプ主のおっさんによる簡単な要約になります。北総線で160キロが出せない理由に関してウプ主のおっさんこのようにまとめました。延伸区間は本数が少ないから飛ばせるんですね。スカイライナーが飛ばせる区間はスカスカな部分だけゆ